はい、皆さんこんにちは。ロボット大好き、セイントセイヤも大好きの J と申します。今回もよろしくお願いします。さあ、今回のアイテムこちらですね。セイントクロスマイス EX から海王ポセイドンインペリアルスローンセット。はい、今回またしても僕の買ったまま積んでいたマイスで遊ぼうのコーナーになってしまいました。よろしければお付き合いください。マイスの箱を片付けながら、まあこの大きい箱がチラチラと視界に入ってはくるんですけども、なんとなく見て見ぬふりをしながらケルベロスダンテとかで遊んでたんですけども、まあ、今回ついに開けてしまいました。こんな感じになってます。はい、オブジェのブリスター、マント付属品のブリスター、そしてインペリアルスローン玉座ですね。それとこちらのセット用の付属品、さらに説明書、いつものパターンですね。これは今回ちょっとページ数が多くなってます。そしてもう1枚、クラーケンアイザック発売の告知が入ってました。まあ、これはもう僕開けましたからね。では素体です。さあ、ジュリアンです。今回アニメカラーですが、よくできてますね。こちらは付属品の手首類です。これ握り拳、そしてこれは持ち手ですね。で、持ち手の角度が違うやつ、それと開いている手、そして最後にこちらも開き手ですね。あと手の甲のアーマーいつも通りついてます。左右2枚ずつですね。ひとまず握り手に取り付けておきます。そしてこちらが表情パーツ、謎の顔のパーツもあります。それとこれがマスク用の前髪、さらに交換用のもみあげパーツ。では装着していきます。いつものようにブリスターに入ってる位置でアーマーを並べてあります。そしてこちらのオブジェのブリスターの方から、マスクと胸アーマーとお腹のアーマーと腰アーマーを出しておきましょう。これで準備 OK です。ではいつも通り頭部を外して、そして腕を上げて手首を取り外します。足首もですね。はい、準備完了です。でお腹のパーツからいきます。お腹のアーマー前後に外して、上半身をちょっと引っ張っといて、そして後ろと前をはめて戻すと。でこれで胸アーマーいきますよ。胸アーマーは背中開きます。でかぶせて、そして最後にですね、背中のアーマーがあるのでこのパーツをはめておきます。はい、次は腰のアーマー。腰のアーマーはこの上のところが外れるので、これで開くようになります。この前だれもちょっと外しといた方がやりやすいですね。これで後ろの穴に差し込んで締めていきます。で今回はこの腰のアーマーがそれぞれポロポロ取れやすくなってます。前の無印のマイスのポセイドンもやっぱ腰アーマーポロリが多かったんですけど、ポセイドンは腰に注意ですね。そして次に腕を下ろして、で肩アーマーいきます。ここにパチンとはめまして、こんな感じですね。で今回も EX なんで肩アーマーが柔軟に動きます。ポーズがつけやすいです。そしたら次、腕のアーマー、二の腕のアーマーからいきます。そして下の腕アーマーで手首を取り付ければ、これで腕は OK なので反対側の腕いきます。こちらも同様、二の腕はめて、腕のアーマーはめて手首ですね。そしたら足に行きましょう。左の太ももアーマー、その後膝アーマーですね。そしてスネアーマー、まあ、この辺いつも通りです。そして足首、反対側もいつも通り膝アーマーつけて、足首つけて終わり。はい、そしたら頭です。前髪はここで分割するの でこれ一旦ですね、表情も取ります。でもみあげを交換しなきゃいけないんですね。これを引っ張って外して、スケール装着時用のですね、角度のついた
このもみあげアーマーに交換します。はい、取り付けたら元に戻します。そして前髪はこの穴のついている方ですね、これを取り付けたら穴のところにマスクを差し込めばよ、これで頭部完成なので、後ろ髪を忘れないようにしながらボディに取り付け、はい、これでポセイドンのスケール装着完了です。まあ、ポセイドンの場合はスケールって言わないんじゃないか説ありますけれどもね。前回の無印のマイスも結構出来はいいと思ってたんですけども、やっぱり顔の造形は全然こっちのがいいですね。はい、続いてポセイドンといえば欠かせない三つ股の矛ですね。これを持たせてみましょう。分割されてるので手首を通してもう片方をはめれば OK。 はい、こんな感じです。車田先生の漫画の方で言えば、冥王神話が止まってる間にここ 1,2 年の間にちょこちょこと読み切り作品書かれてるんですけど、一番最近のでチャンピオンレッドの2月号セイントセイヤデスティニーっていう作品、ご覧になった方いらっしゃいますか？サガとカノンの物語なんですけども、ただ時系列的にはポセイドン編が始まるあたりが絡んできてるので、カノンとアイザックのやり取りなんかもちょっぴり載ってるんですよね。お、なんて喋ってる間にポセイドンの矛を台座に立て終わりました。今回稼働もすごくいいので、まあ、ポセイドン様が絶対取らないようなポーズを取ってみました。さあ続いてマント、今回は布製ではなくてこのプラスチック製で、まあ、稼働するようになってます。こんな感じです。そしてこれの取り付けは、まあ、背中のアーマーを外してこれに交換するだけですね。前回のマイスのセット箱の布製マントも、あれも捨てがたいんですよね。布製マントだと椅子に座らせられたので、まあでも立体感で言ったら全然こっちの方がいいかな。さあ後半はいつものオブジェ形態への感想だが、しかし今回はとても簡単ですね。オブジェのフレームも人型なので同じ位置に取り付けていくだけです。ただまず準備から、オブジェのフレームを全部バラバラにしときましょう。腕は3分割で、足も3つに分けます。まあ、先にこうやっておいた方が僕はやりやすいです。はい、これで準備完了ですね。まあ、素体に取り付けた時とやること同じなので、ここからはちょっとダイジェストでいきます。まあ、ポセイドンのアーマー装着は昔のシリーズからもう覚えやすかったですからね。ちなみに僕は昔のマイスの方もセット箱のロイヤルオーナメントエディション、あっちの方を持ってたんですけれども、あれも玉座が付いてたりして付属品が充実していたんですけれども、なんか今回の方がちょっと付属品が少し寂しいような気もするんですよね。前回のはさっきの三つ股の矛のところにも、まあ、布っていうかリボンみたいなのが巻いてあって、なんか劇中っぽく再現されてたし、あとアテナの封印のシールとかついてましたからね。あっちのセットは原作カラーってことになってたんですけど、アーマーの塗装もすごい高級感があったし、あっちはあっちで大事に取っとこうかなと思います。そうこうしているうちに足が組み終わりそうですね。そしたら胴体にそれぞれ手足を装着していきます。でここで肩アーマーだけ注意点なんですけども、オブジェに取り付ける時だけ向きが変わります。こっちの向きにしてピンに取り付けます。違うのはここだけなので道に迷うことはまずないでしょう。はい、あとは頭部の穴にマスクを取り付ければ、これでオブジェ形態の完成です。さらにですね、原作設定のオブジェ形態、まあ、足がない状態のポセイドンオブジェも再現できるようになってます。この2つのパーツを使うんですが、まあ、台座に取り付けまして、オブジェの足のフレームの部分は外しておきまして、でこっちの矛を外して短めにしておいて、そして台座に取り付ければ完成ですね。そしていよいよこれですね、玉座です。これプラスチック製なんで全然重くないです。こんな感じでディティールが再現されてます。で座っておいてもらいましょう。でこれ以前のロイヤルオーナメントエディションの時だと、この椅子の中に手の甲のアーマーがしまっておけたりしたんですけど、まあ、今回そういったギミックはないです。
さらに付属品でこのポセイドンが封印されていた壺がついてます。この蓋開けることができるようになってます。おお、危ない危ない、封印されちゃう封印されちゃう。さらに付属品でマスクの別パーツがついてまして、サジタリアスの矢で額をいられた状態も再現できるようになってます。表情パーツを変えた後にこのマスクも交換すれば、はい、こんな感じですね。こんな悪ふざけもできますね。まあ、ポセイドン様に怒られちゃいます。まあ、さっきも読み切り作品の話しましたけれども、もう気づけばタナトスとヒュプノスの妹でケールって神様もう一人活躍しちゃってますからね。もう油断してるとどんどん世界観が広がりますね。まあ、そんな読み切り作品セイントセイヤデスティニーが載ってるチャンピオンレッド2月号も電子書籍だったらまだ手に入るかもしれないと思いますので、まだ未見の方で気になる方いらっしゃったらどうぞ。さあ、といったわけで今回はセイントクロスマイス EX 海王ポセイドンインペリアルスローンセットをご紹介させていただきました。どうだったでしょうか？一緒に遊んだ気になっていただけましたか？まあ、片付けはこの後僕はやっておきますので。さあ、今回気に入っていただけたらチャンネル登録グッドボタン押してもらえると励みになりますのでよろしくお願いします。このチャンネルではですね、新旧のおもちゃで遊びながら作品に関するエピソードなんかもご紹介させてもらってます。まあ、もし共感してもらえる方いらっしゃいましたらコメントもお願いします。さあ、次回はどんなおもちゃで遊びましょうかね。また次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。ではまた。